はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クストレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんは攻撃反応系カードというのをご存知でしょうか。あの遊戯王カードにはですね、相手の攻撃宣言時にしか発動できないっていうカードがあるんですよ。ただし攻撃宣言時にしか発動できない代わりに効果クソ強いカードがめっちゃ多くて、まあ、攻撃といったねと言って発動するとマジで世界終わるカードがいっぱいありまして、例えば、まあ、ミラーフォースですよね。有名なのはミラーフォースであるとか、まあ、マジックシリンダーであるとか、あと、ディメンションウォールであるとか、まあ閃光のバリアシャイニングフォースであるとか、神風のバリアエアフォースであるとか、波紋のバリアウェーブフォースであるとか、こういったカードですね。まあ、こういうカードを今回はガン詰めしてきまして、もう攻撃宣言時ガチでと、そういうデッキをね、攻撃反応ゴリ押しで、勝っていくっていう、そういうデッキ組んできました。はい。今ですね、何がね、このデッキやばいかっていうと、攻撃宣言時にもちろんね、トラップ打てれば強いカードいっぱいあるんだけども、これをね、守れるんですよ。結局、今の現代遊戯王って、破壊する系効果とか、全部パ系効果、ライトニングストームとかね、ハービーの羽毛とか、あと、まあ、アクセスクローターとかいろいろあるじゃないですか。ああいうカードから全てを守ることができる天国の、これがガチで強え。これがあることによって、この攻撃反応系罠を輝かせることができるんですよ。これをね、今回はやっていきたい。で、一応、ライフを削らないと、まあ、遊戯を買ってないので、まあ、ゴードンからのダイザでぶん殴るとか、あと、マハヤマでダメージ与えるとか、ミッションでライフ半分とか、いろいろ、ギミックは入ってるんですけども、勝ち筋はこの辺。ただ、相手の盤面を処理するのは完全にこの辺のカードに任してまして、ものすごく神デュエルがね、何回も起きたんで、ぜひね、皆さんにもその対戦をご覧いただければと思いますんで、早速やっていきましょう。デュエル、スタート。また頭の悪いデッキを作ってしまったようですね、私は。腐りすぎですね、ダイザ君。ダイザ君、腐りすぎでは。あまりに弱い。一応紹介しとくか。ちょっと壁ないとか知りそう。まあ一応ね、ミチオン君にヘイトを買ってもらって、ミチオンに除去カードを使わせて波紋のバリアで全部戻すっていう作戦でいきましょう。ちなみに今回のデッキ、まあ一応多分デッキ解説のパートで話していると思うんですが、攻撃反応系がなんか25枚ぐらい入ってるっていうのが意味不明なデッキになってます。はい。相手が攻撃といった瞬間に、攻撃といったれという、ことができる、マジで貴重いデッキという風になっておりますので、相手はこれ何ですかね、緊急テレポートからの、土の子。まあね、レベル3で、ケルペンに出してくるタイプのデッキですかね。さあ、一体何をしてくるでしょうか。さあ、圧倒的に展開して手札が減ってない。非常に素晴らしいデッキだ。ちなみにこのデッキ、俺のデッキマジで自分のターンマジでなんか2秒くらいで終わるんで、本当セットセットエンドみたいなことしかしないから、マジで2秒で終わるんですよ。相手に迷惑をかけない、こちらも素晴らしいデッキとなっております。さあ、ケルビーニの効果によって、最強のモンスターが送られた。やばい、非常にまずいことが起きた。これまずいぞ。やばいぞ、圧倒的展開力を見せている。さあ、土の子を手札から交換して、竹トンボーグが墓地を送られて土の子を特殊化してくれる。なるほど、これやばいですね、非常に。これロンゴミアントなのか幻影なのかちょっと分かりませんが、とりあえずやばいってことは言えそう。まあ、一応その自戒心、ミチオンさんは戦闘効果では破壊されないんで、まあ、その、まあ、効果を、まあ、上から叩けるカードじゃないとちょっと意味ないですけどね、相手の、まあ、展開は。まあ、とりあえずラスティーバルディッシュが来て、でラスティーロボを墓地送っていく。でこれでラスティーバルデシュからの、シェードブリガダイセット。うわ、ものすごい展開力になりそう。やばい、なんか世界が終わりそうな展開してる。で、ダスティーローブ除外して、ティアースケールが出てきて、さらにサイレントブーツもサーチされるまでは見えた。ステンドグリーブ、ステンドグリーブなんだぞ。ステンドグリーブからのティアースケール、出てくる。やばいぞ。こんななんかうんこみたいなカードで、返せるのかこの盤面。こんなうんこみたいなカードしかないけど、今のところ、ステンドグリーブさんは、あ、そうか、出てくるのかっていうことから、はい、了解です。はい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 。で、レベル4になる。あ、で、シェードブリガンダインもレベル4になるから、レベル4の2体でオーバーレイか。なるほど。さあ、シェードブリガンダイン特殊召喚されていく。ものすごい展開だ。あと、相手結構なんか、回すの早くていいですね。結構、幻影慣れしてる方、いいですね。この非常に、その、スピード感のある回し方。結構最近ね、なんか、幻影始めましたみたいな人は、なんか、割とすごいスピードで、
なんか恐るべきスピードでハエ飛ばんじゃねえかなっていうスピードであの幻影回してくる人いますけど、この人はものすごい速くて好感持ってますね。なんか結構あの連動が高いと言わざるを得ない。さあティアスケールがめっちゃ出てきた。まずいこれは、これは圧倒的ロングオミアントだ。やばい、何の効果も受けないロングオミアントが立ってしまう。さあゴシップシャドウを特殊召喚していく。そしてレベル4か2体でオーバーレイするのか。さあここでロングオミ来るか。ロングオミ やばいこと起きたか。うわー来たー来たー、おはようございますみたいな感じで特殊召喚されて、で、あーと波紋のバリアが破壊されていく。最強カードが、俺の最強カードが。さあゴシップシャドウの効果によって素材がめっちゃ、下に入って、ロンゴミアントの効果使ってくるか。起きた、全部プだ。これはミラーフォースランチャーが、ミラーフォースランチャーが効くぞ。全部プだよな。一旦に自動発動できるアイテムのカード使ってまあいいだろう。さあちなみにあのミチオンさんは効果で破壊されない。ミラーフォースランチャーを破壊してくれてありがとうよ。俺はデッキから聖なるバリアミラーフォースをセットし、そしてミラーフォースランチャーもセットすることができる。そこ知れぬ絶望の口沈め。急にリボルバー、急にリボルバー展開。さあどうする。ミチオンさんは戦闘効果では破壊されねえぞ。そして戦闘ダメージもゼロになる。効果を無効にしない限りこのモンスターをお前のそのフィールドのモンスターで突破することはできない。ちなみにさっきあのサーチしてなかったけど、あのよく幻影に入ってるあのファントムフォックブレードとかを装備されると普通に破壊されるぜ。バトルいいだろ。何ちょ、さラスティーバルディッシュだけ破壊しとくか。これあのロングメイドとかいうモンスターなんかクソ耐性あるんで何も効果受けないんですけど、ラスティーバルディッシュだけは破壊できるんで、まずラスティーバルディッシュだけ破壊してみましょう。でミラーフォースランチャーも一応発動しますか。サーチ入れといた方がいいですね。これねもう分かってますから相手。とりあえず一旦ミラーフォースランチャー発動しておいて、これ普通に殴られるが何も起きない、何も起きない。でミラーフォース、あミチオンさんの効果よし。え相手なんで殴ってきたの、相手なぜ殴ってきた。確かに冷静に考えたらミチオンさんが相手から殴られても発動するわ。え、あなるほど、あそういう、なるほど。えでもスタンバイフェーズ戻りますけどね、次のスタンバイフェーズでミチオンさんは。それもうロンゴミアント置いといた方が強い気するけどな。まあいいや、ミラーフォースランチャーはぶっぱされてしまった。ガチめに誰もいなくなった。まずい、これはこれ非常にまずい。でも合金は回る、合金は回る、通れば。うららさんやめてください。合金発動しまーす。6枚除外します。2枚ドローしてもいいですか、2枚ドローしてもいいですか。あちらにエクスタティッキ全くつかないんで。あーなるほど、なるほど、なるほど。まだ6枚だから2400しかないから、さすがに2枚セットしたら相手使うでしょ効果。2枚セットしたら相手絶対効果使うと思うんだよねこれ、あのアーゼウスの。あだよね、オッケー。まあこれおとり、これほぼおとりと言ってもいい。はい、で2枚素材切って、であと2枚素材があると、で墓穴がどっか行く、オッケー。ダイーザ君が行ってマジックシェンダーも行ったが、ここでライフを取られなければなんとかなる。言うてもう1枚のアーゼウスは次のデッキトップで合同も引いて、あダイーザでぶん殴りに行ったら絶対使わできないから。細い勝ち筋はあるぞ、まだいける。やつもベイゴマックスを召喚したからもう竹とんぼがいない。竹とんぼが確か墓地に行っていた、さっき初ターンで。いけるいけるいける、まだいける、まだわからん。ゴードン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 、うおーディスティニードラウン、え来た。いやワンあるよこれ、いやこれワンある、これゴードン発動するでしょ。で10枚除外で2枚ドロー、でこれだいぶねダイーザ様の打点高い。あっけマハーマンも来た。ダイーザを召喚していくことによってもうこれはもう圧倒的にアーゼウスの効果を使わざるを得ない。相手は6400、やばすぎる。これは使わざるを得ないでしょう、バトルフェイズ。まあこれどっちに殴っても どうせ使われるか同じだな。さあ行け、ダイーザースーパーダイーザーアルティメットパンチで、アーゼウス効果で、全部のカードが墓地に送られていく、まあ、そこはいいだろう。なるほど、あファントムフォックブレードね、なるほどね、ファントムフォックブレードで攻撃止めればあったのに、今一応だってこれそうしたらさ、それ全部食っちゃったらこうなるよ。いやこれトラップカードこれ通りますよ、これこれはトラップカード完全に通りますよ、完全に。完全に通るぞこれ。マジックシリンダーとかいう最強カード発動できるかこれ。あファントムフォックブレードいいだろう。ファントムフォックブレードの効果で墓地のファントムナイツを特殊召喚できる。まあ、これであれですね、
ラスティバルデシとかが、あ、それか、ラスティバルデシとかが持ってくる可能性はあった。さあ、ティアスケールからのティアスケールで、レベル3のモンスター2体でオーバーレイか。なるほど。相手の展開を止める手段は本当全くありませんので、こっち一切ないので、相手のターンは本当に相手の展開を全て見届けるしかないっていうね、地獄みたいなアナコンド。やっべ。あ、でも2000払うか。アナコンダを2000払うぞ。マジックシリンダーのこれ、マジックシリンダーのこれ、頼め。シリンダーが残ったら回る、シリンダーが残ったら回る。これは全然で、デスフェに来た。でデスフェにで、ちょっと頼む頼む頼む、真ん中残して、真ん中残して、真ん中残して、うわぁ。くそー、帰れまだわからない、まだわからない、まだ遊戯王はどうなるかわからない。うわ、弱い。諦めたら、安西先生は言っていた、諦めたらそこで試合終了ですよと。安西先生は言っていた、諦めたらそこで試合終了ですよと。大丈夫だ、まだ俺には先行のバリア、シャイニングフォースがある。相手のフィールド上に攻撃表示モンスターが3体並んだらワンチャンある。何、グラバーストレッチだと。ディバインがやばいやばい、2枚ドローはやばい。頼む、耐えてくれ俺の体。もう俺の体はボドボドだ、俺の体はボドボドだ、頼む耐えてくれ。グラバーストレッチ破壊された、なやばい。あ、でもそれなんかジャッカローブいるから全部破壊されてるこれ。なんか悲願ってなんかあれだよね、あの悲願以外のモンスターがいるとなんか全員死ぬっていう、なんかすごい陰キャ集団なんで、仲間がいないとほんと引きこもるっていうね。あ、そういうことか、なるほど。ケレビーに特殊召喚して、やばわからん、なんだこれ、ラケットグローブからのこのレベル3に対でオーバーレイか。やばい、でも3体並ぶぞこれ。じゃあこれあれだろ、リバイエルだろ。あ、ちげえわ、ブレイクソード、やばい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 、攻撃感のケアしやがる。まずい、まずいぞ。ブレイクソード破壊された、まずい。俺のシャイニングフォースが、魂のシャイニングフォースが破壊されてしまった。そしてティアスケールからのラキッドグローブで特殊召喚されてレベル4になっていく。レベル4に対してオーバーレイ、これ3800超えるモンスターいましたっけ。いや正直ね、2000以上のモンスターで3800を超えなければ、これマハーマっていう史上最強のモンスターで勝てるんですよ。これ頼む、なんか、これレベル4に対してなれ、レイダーズナイト、なるほど。これあれですか、アークリビリオンですか。これアークリビリオンってさ、もともとの攻撃力3種だから、あれ最高3500ですよね、あれ。いや、これワンチャンじゃねえかな、これ。いや、ワンチャンあるぞ、これ。これあるぞ。え、これ殴ってきて、で、それ、打点アップするでしょ。で、アークリビリオンは、もともとの攻撃力3種なんで、別にそのケレビーニで打点を上げたところで、その、もともとの攻撃力9種だから3500にしかならないんですよ。だからワンパンはされないんですよね。2100、バトル。え、あれあれ、君、僕を殴ったね。君は僕を殴ってしまった。君の範囲は僕を殴ったことだ。対戦ありがとうございました。これ神レベルすぎたでしょ。いやー、なるほど、龍一。まあでも悪くはない。言うて天国の王からのマジックシリンダー、マジックシリンダーミラーフォースっていう地獄みたいな。うわ、イグニスターだ、やべえ。イグニスターはパーフェクト、イグニスター、ジ・アライバル・サイバースっていうやつがいるんですけども、そいつが何の効果も受けないんで、マジックシリンダーもミラーフォースも完全に腐ったと言っていいですね、これは。これは非常に厳しい。これはもう未知4で、なんか、ライフを半分にして頑張るしかねえ。あまりにも最強モンスター来るぞ。やばい。うわ、来たやばいの来ちゃう。ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター、やばすぎ。やばすぎる。くそ、何の効果も受けない。打点4000。まあでも言うてね、アクセスコールトーカーの、5300で殴れるんで、あいつは。結構優しいっちゃ優しいんですけどね、攻略方法は。まあここで虚無空間って言われると厳しいですけどね。厳しくないですけど、このデッキ。だって特殊がしないもん、ほとんど。こっちのデッキはめちゃくちゃ短いぞ。ちなみにターンが。ただ召喚して殴ってセットしてエンドするだけだからな。天狗ローでとりあえずまずセットカードを守るという効果を発動しておく。そしてミチオンを召喚、ミチオンを召喚して、ミチオンを召喚して、だんまりあっという間にした。あ、これ確かなんか効果無効にするみたいな。あ、はいはいはい、ありましたね。
その後か。まあいいでしょう。そこは関係ない。そこは耐える。だって殴んなきゃいいもん。大丈夫だ。落ち着け。まだまだデュエルは終わっていないぞ。さあ、史上最強のカードをめちゃくちゃいっぱい捨てるぜ。ありえないほどセットしてエンド。あ、これ無限紅葉ケアできないな。ちょっと、まあいいや。天国の王さんのね、効果で一応セットカード破壊されないんで、だいぶ守れるんですよ、これで。破壊効果から。あー、言ってたら来ちゃったやばい。俺の真空のバリア、エアフォースの効果も、無効になってしまった。これは非常にまずい。完全にセットする場所間違えた。まあいいだろう。まあ大丈夫だ。俺たちにはまだマジックシリンダーと聖なるバリア、ミラーフォースがついている。いつの時代の遊戯をしてんだよ。いつの時代の遊戯をしてんだよ、こいつ。やばいだろ。まあちなみに、全部ジアライバルサイバースには効かないんですけどね。ちなみに、すべてのトラップカードが。やばい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 、なんかやばいの取ってる。さあ、誰やお前。ファイアーフェネックス、アットユニスター。知らねえ。何やるの、こいつ。あんま知らんモンスター来た。あんまりなんか強くなそう。わからんけど。なんかわからんですけど、まあとりあえず展開は頑張ってるっていう感じですかね。はい、実況放棄します。あ、これアクセスコールとか出ますこれ。まあでもアクセスコールとか出てきたところで天国の王さんが公開されてるからあんま関係ないか。大丈夫。セットカードは全て天国の王さんが天空から見守っている。つまり破壊されない。さあ、どうする。おっと、ファイヤーウォールてめえ、ラスボスなのか主人公なのかどっちかはっきりしろ。クソが。ファイヤーウォールドラゴン、ちょ、一回さ、俺のミチオン回収してくんねえかな。俺のミチオンさんっていうのに戻そうぜ。俺のミチオンさんをちょっと一回返してくれ。あー、トランスコートか。なるほど。戻す。なるほどね。アクセスをもう一回し直せるみたいなことか。さあ、バトルベース来た。なるほど。てめえのファイヤーボールには死んでもらうぜ。そこ知れぬ絶望の口で沈め、一匹だけ。一匹だけ絶望の口で沈め。聖なるバリアミラーフォースを発動。相手の攻撃表示モンスター全て破壊してる。ただし、ジ・アライバル・サイバースは何の効果も受けない。強すぎる。あまりに強い。なんだこの攻撃。あっという間にスターか。オッケー、いいだろう。あっという間にスターでデッキに戻すが、まあ、あんま関係ないな。それはそんなに関係はない。そろそろ天国さんには出てきてもらって、ゴードンをセットする役目を果たしてもらおうか。さあ、天国の王さんの、これでね、ゴードン発動すると、多分大エイザがだいぶ打点やばくなると思うんで、そろそろ大エイザの出番だと思うんですよね。こういうね、なんかその何の効果も受けないみたいなモンスターは、とりあえず打点がすげえ高くなる大エイザでぶん殴っていくっていう、そういうスタイルね。ちなみに大エイザさんは何でも大体突破できます。アストラムターでも一応通常召喚してるんで、普通に突破できますし、このジ・アライバルサイバースみたいなモンスターでも簡単に突破できるという、史上最強のモンスターです。この、大エイザさんは。すべてはダイザが関係してくれる。すべては力。力こそパワー。力イズパワー。ノーキーはすべてを解決するセット。なるほど。2300ダメージ。よっと。やり。ドロー。なるほど。まずは、強欲で貪欲の壺を発動。このカードの効果により、カードを10枚除外し、10枚除外してカードを2枚ドローする効果に裏を打たれない。なるほど。さあ、ミチオンがいっぱい来た。いいぞ。ミチオンさんを召喚してライフを半分にしていこう。さあ、行け。いけ、ミチオン、なにーぐえーうぜえ、うぜえ、エフェクトベーラーうざすぎる。あまりにうぜえ、ちょ、うざすぎる。くそー、めんどくせえなー。効果無効になると、次回心はただのゼロになっちゃうんでねー。あー、よかったですね。エフェクトベイラーがバトルフェル中に使えなくてよかったですね。さあ、このセットカードでどうにかしたいんですけど、ジ・アライバルサイバーさんはこの全てのセットカードを受けないため、なんとかしてライフを削ってマハーまで勝ちに行くしかないですね、これは。まあ一応ね、あ、一滴やばい、逃げろ、ミチオン、ミチオン、ミチオンさん、逃げてー。うわー、ミチオンさん、いや、ここはまだだ、これはまだだ。焦るな、焦るな、まだ時間じゃない。焦る時間じゃない、焦る時間じゃない。次の攻撃でミチオンを出して、でミチオンで半分にしてからマハーマの方がいい、多分。
まあ、言うてこの次のターンでなんか回答札を引けなければ終わる。お、来た回答札だ回答札が来たぞ。こっちあるぞ。これ、これ半分にするだろ。これ、ここ通る。これ半分にできなかったらやばい。行け、次回しミチオンの攻撃。さあ、このモンスターはバトルを行ったバトルフェーズ終了時、あなたのライフを半分にすることができますよ。これで4000以下にできた場合、なんとかできるぞ。いける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 。そして、次回しミチオンの効果発動。次回しミチオンはあなたのライフを半分にし、ライフポイントが2850となりました。そして、私は謎のカードを1枚セットし、ターンを終了します。さあ、あなたのターンですよ、不動優勢。さあ、未来は変えられるんでしょうかね。そのジ・アライバル・サイバースとかいうモンスター、そのなんかプレイメーカーからパクってきたカードでモンス、攻撃、このミチオンさんを除去して、このジ・アライバル・サイバースで攻撃すればあなたの勝ちかもしれませんよ。未来は変わるかもしれませんよ。さあ、どうしますか、不動優勢さながらミチオン最強みたいになってるけど。さあ、おっと、エンドフェーズ。なるほど、ミチオンさんを突破することはできないようですね。さあ、私のターン。なるほど、まあ言うて伏せる必要ないな。さあ、ミチオンはデッキに戻ってしまう。さあ、これで私はターンやることない、ターンを終了するしかないぜやることな、やることねえ、マジで。俺のターンクソ短い、マジで。ほんと2秒くらいで終わる俺のターン。さあ、攻撃宣言しなさいよ。さあ、攻撃、バトルフェーズいいでしょう。バトルフェーズ、そっちから殴ってくるの。なるほど、そっちは効くよな。効果受ける。マジックシリンダーを発動。マジックシリンダーの効果により相手の攻撃を無効にし、その攻撃力分のダメージを相手のライフに与えます。さあ、あなたのライフは残り550。さあ、ジ・アライバル・サイバースは何の効果も受けませんよ。さあ、攻撃宣言し、攻撃といったり、ね、そこ知らぬ絶望の口沈む。ディメンションウォール発動。ディメンションウォールの効果により、この戦闘ダメージはあなたが受けます。何、抹殺の指名者。え、ディメンションウォール入ってるわけなくね、あのデッキ入ってるもんなら除外してみろよ。このディメンションウォールの効果は、戦闘ダメージは代わりに相手が受けるという効果だから、別にジ・アライバル・サイバースに効果を与えるカードではない。くらえ4000ダメージを。お前の攻撃でお前のライフを全てゼロにして消したれ。この世から消え去れ。未来は変わらないのである。不動優勢、残念でしたね。あー、まあ割といいんじゃないですか。これはなかなか非常に強い反動と言っても過言ではありませんよ。さあ、強欲で金満な壺を発動。強欲金満な壺の効果により6枚カードを除外することにより、私はカードを2枚ドロー。おっと、強い、割と。そして天国の王の効果を発動。天国の王の効果によりセットカードは、効果では破壊されない。そしてディメンションウォールをセット。そしてディメンションウォールをセット。そして閃光のバリア、シャイニングフォースをセット。これはまあ温存していいでしょう。ちなみになんですが、天国の王とかいうクソぶっ壊れモンスターによってセットカードを破壊されないっていうこの効果を発動しておくと、大体攻撃反応を相手は踏んでくれます。あまりに強い。うわあ、うわあおい、戻すのをやめろ。な、え、えー、え、